フランスのアンテンマッシー、香りの旅、ビーフ味カップ麺、製造は中国、揚げ麺にカエクリ粉末スープと調味油がついています。麺は幅 2.5 ミリの扁平で、表面はざらついており、気泡感があります。固めでゴワゴワしたしけたような歯ごたえで、じゅわっとして鈍い噛み切り感はあまり心地よくありません。また匂いも良くなく、製品全体の印象を損ないます。スープは濃い茶色で、やや酸味を感じる牛肉味です。醤油ではなくカラメルの匂いがします。ラー油入りですが、辛い刺激は控えめです。口当たりは柔らかいですが、あまり深みはありません。それより麺の匂いがスープの邪魔をしている感じです。具は硬い人参の粒とネギですが、日向臭い香りが漂います。4年前にこのブランドの製品を食べた時は高評価でしたが、今回は製造場所が変わり、匂いがきつかったです。みんな大好きトントン。